それじゃあ3つの推定方法フィッティングの方法を紹介してきました1つ目は最右推定法2つ目はマップ推定3つ目はベイズ推定ですでパラメータを求めたら評価する方法はどうだったかというとちょっとおさらいしましょう最右推定法はシータハットティいうのを1つ決めたら新しいデータ点に対してはこの条件付き確率を計算しましたどのくらい x サスタリスクっていうデータが来そうなのか来やすいのかこれを評価します マップ推定の方も同じです。1個1つシータ、ハットを決めたら x アスタリスクの確率を評価しますベイズ推定は違いました1つ決めるのではなくてど,どの値のシータもそれなりに重みをつけて全部足す重みづけ和を計算するようなものでしたこの3つをどうやって関係づけたらいいでしょう全然違うかというとまあちょっと関係があるわけです ちょっと考えてみましょう左右推定とマップ推定はベイズ推定の特殊な場合と考えることができますどうするかというと推定値 θ ハットのところでは値を持ってそれ以外では全部0っていうこういうデルタ関数を考えてベイズ推定をするあベーズイベーズのアプローチを使うというのと同じになりますこれ θ の事後確率がもうこの時にしかないっていうデルタ関数だと思ってこの積分をすると このシーターの部分がシータハットだけ残るのでそうするとこれはマップ推定だったり左右推定だったりの確率ですそれがベイズ推定のアプローチと同じになりますだからこんな感じで3つの手法は関係づけてますがまあ、ベイズアプローチが一番一般的なもので他の2つはその特殊なバージョンと考えることができます